ジャンパスカルはカナダのプロボクサー。ハイチのポルトープランス出身。ハイチ系カナダ人。元 WBC 世界ライトヘビー級王者。元 WBA 世界ライトヘビー級レギュラー王者。プロモーターではジャンパスカルプロモーションズを主催している。ハイチに生まれ幼少時にカナダケベック州に移住した。2001年、た。 アイルランドベルファストで開催された2001年世界ボクシング選手権大会にライトミドル級で出場するが準々決勝で敗退した2004年アテネオリンピックアメリカ大陸予選にミドル級で出場するが準決勝でアルフレド・アングロに敗退アメリカ大陸最終予選で優勝を果たしオリンピック出場権を獲得した2004年カナダ代表としてアテネオリンピックに ミドル級で出場し、1回戦で敗退した。アマチュア戦績は121戦103勝18敗。アドニス・ステベンソンとは、アマチュア時代に2度戦い、2勝無敗の戦績。2005年2月3日、モントリオールでプロデビューし、2回 TKO 勝ち。2005年12月10日、10戦目でカナダスーパーミドル級王座を獲得。2006年9月30日、 14戦目で WBC ラテンアメリカスーパーミドル級王座決定戦でルーカス・グリーン・アリアスと対戦し6回 TKO 勝ちで王座を獲得。同年11月18日にはナボ北米スーパーミドル級王座決定戦でジャーメイン・マッキーと対戦し10回判定勝ちで王座を獲得。2007年6月8日 クリスチャン・クルスに10回 TK を勝ちし、ナバ及びナブフ、北米スーパーミドル級王座を獲得した。2008年12月6日、22戦目で世界王座初挑戦。カール・フローチと WBC 世界スーパーミドル級王座決定戦を行い、プロ初黒星となる12回判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。2009年4月4日、 パブロダニエル・サモラニエワスと WBO インターコンチネンタル・スーパー・ミドル級王座決定戦を行い、5回5勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年6月19日、WBC 世界ライトヘビー級王者のアドリアン・ディアゴヌと対戦し、5回にダウンを奪うなどして、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2009年12月11日、2度目の防衛戦で、アドリアン・ディアコヌと再戦し、12回3から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2010年8月14日、WBC 世界ライトヘビー級暫定王者で、イボ世界ライトヘビー級王者のチャド・ドーソンと対戦。11回に、バッティングにより、ドーソンが右まぶたをカットし、負傷判定勝ちで、 王座統一に成功、同時イボ王座の獲得に成功にした。同村は、プロ初黒星となった。2010年12月18日、4度目の防衛戦で、バーナード・ホップキンスと対戦。1、3回にダウンを奪いその後盛り返されるも、0から1の判定引き分けたが4度目の防衛に成功した。この試合は、WBC の年間最高試合に選出された。 2011年5月21日、5度目の防衛戦で前回引き分けに終わった、バーナード・ホップキンスと5ヶ月ぶりに再戦。試合は0から3の判定負けを喫し5度目の防衛に失敗、王座から陥落した。新王者となったホップキンスは、ジョージ・フォアマンの45歳9ヶ月での世界王座獲得を更新、最高齢となる46歳4ヶ月での 世界王座獲得を達成した。2012年12月14日、約1年半ぶりの試合を、モントリオールのベルセンターで、アレクシー・クジムスキーと行い、3から0の判定勝ちを収め再起を果たした。2013年5月15日、モントリオールのベルセンターで、ルシアン・ブーテと対戦する予定だったが、ブーテがスパーリング中に左手を骨折して延期された。 2014年1月18日、モントリオールノベルセンターで、元 IBF 世界、スーパーミドル級王者で、ナブフ、北米ライトヘビー級王者ルシアン・ブーテと対戦し、セコンドについたロイ・ジョーンズ・ジュニアのアドバイスを下に、有利に戦い3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功、WBC ダイヤモンド王座獲得に成功した。2014年7月23日、 ジムプロモーションズと多元を分かちフリー選手となることを発表9月27日予定されていたタボリスクラウドとの試合も中止となった2014年12月6日モントリオールノベルセンターでロベルト・ボロンティと対戦し2回2分29秒を無効試合となった2015年3月14日モントリオールノベルセンターで WBA スーパー IBFWBO 世界ライトヘビー級王者のセルゲイ・コバレフと対戦するが三回にプロ初のダウンを奪われ八回一分三秒 TKO 負けを喫し王座返り先に失敗した。なお WBC はこの試合の勝者に WBC 世界ライトヘビー級ダイヤモンド王座を与えると通知していたため勝者のコバレフには WBC 世界ライトヘビー級 ダイヤモンド王座が送られた。しかし、コバレフとパスカルともに WBC 世界ライトヘビー級ランキングのランク外であり、パスカルに至ってはダイヤモンド王座戦及び指名挑戦者決定戦の認定を拒み WBC への認定量支払いを拒否したにもかかわらず、WBC がこの試合をダイヤモンド王座戦及び WBC 世界ライトヘビー級王者アドニス。 ステベンソンの指名挑戦者決定戦に指定したことに、対し、WBO のフランシスコ・バルカルセル会長は一つの、団体が1階級に、多数の王者を認めることで、ファンは混乱するし世界王者の価値も損なうことになると、批判の声を上げた。2016年1月30日、モントリオール・ノベルセンターで、WBA スーパー WBO IBF 世界、 ライトヘビー級王者のセルゲイ・コバレフと10ヶ月ぶりに再戦した。この試合からトレーナーがフレディローチに変わった。初回から手数で押されてしまい5回と6回にはストップ寸前まで追い詰められた。7回終了時にパスカルのダメージを重く見たセコンド陣営が危険を申し出て試合に敗れ WBC に続く王座獲得に失敗した。 2017年6月3日、モントリオールのベルセンターで、WBC 世界ライトヘビー級1位で、WBC 世界ライトヘビー級、シルバー王者のエレーデル・アルバレスと対戦し、12回、0から2の、判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2017年12月8日、フロリダ州ハイアリアで引退試合として、アーメド・エルビアリと、ライトヘビー級10回戦を行い、 6回2分6秒、TKO 勝ちを収め優秀の美を飾った。2018年7月20日、引退を撤回して、現役復帰をして、スティーブ・ボスセに8回 TKO 勝ちを収めた。2018年11月24日、アトランティックシティのエテズスアリーナで、WBA 世界ライトヘビー級王者のディミトリー、ビボールと対戦し、12回0から3の 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2019年8月3日、ニューヨークのバーグレイズセンターで、WBA 世界ライトヘビー級暫定王者のマーカス・ブラウンと対戦し、偶然のバッティングで、ブラウンが左まぶたを大きくカットして即試合がストップとなり、パスカルが8回1分49秒負傷判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2019年12月28日、アトランタのステートファームアリーナで、元世界2階級制覇王者で、WBA 世界ライトヘビー級11位のバドゥ、ジャックと対戦し、12回2から1の判定勝ちを収め WBA 王座の初防衛に成功した。2021年5月28日、バダによるドーピング検査で、パスカルから3種類のステロイドが検出されたことで、 2021年6月6日に再戦が決まっていたバドゥ・ジャック戦が中止になった。その後別の検査でさらにエリスロポエチンが検出、ドロスタノロンが再検出された。2021年7月10日、WBA はパスカルの WBA 世界ライトヘビー級レギュラー王座を剥奪し、6ヶ月間の資格停止処分を下した。ありがとうございます。